他殺の可能性があるってこと？殺人かどうかは分かりません。でも小野寺さんはこの部屋に着いた時には死んでいたのではないでしょうか。まずこのコート、帽子掛けにかけられているのは不自然です。それにこの手前のブーツだけブーツキーパーの使い方が間違っています。つまり一人の身を偽装した人物がいたということではないでしょうか。着いたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。いえ、あの、大丈夫ですか？うん、大丈夫。ああ、そうだ、これ。ありがとうございます。明日頑張って。じゃあ、失礼します。失礼します。行こう。だけどさ、あんのガマゴリもおかしいよ。変なやつ、カンカンだよ。ちょっと頭おかしいじゃないですか、これも。あ、待って、松本ちゃん、大丈夫ですか？大丈夫です、行けます。行かせてください。あ、じゃあ入ってきてください。気をつけて。足元全然見えない。柴谷さん、足気をつけてください。なんか感じるんですよね。何、ちょっと怖いこと言わないで。横です、横。ちょっとその戦車取って。あ、はい。いいね、高いのこれ。そう、でもそこからすごい強い念を感じたんですよ。念、じゃーん。おお、あさっち今日決まってるね。島谷さんは照明をお願いします。よっしゃ、吉田箱取って。あ、はい。はい、どうぞ。はい、もらった。お待たせしました。はいね、あさっち。どう？あ、はい、前より動きやすくなりました。おー、はい。安野さん。お、安野さん。え、ちょ、ずっとここにいたの？みんな安野さんの脚本待ってたんですけど。ああ、うるせえな。とっくにできてんだよ。まだ送ってないけど。じゃあ送ってくださいよ、安野さん。うん、あ、大丈夫。どうしたんですか？あ、おはようございます。おはようございます。ガマゴーリさんは？あ、ガマゴーリさん。あ、呼びますか？ちょっと待ってください。ああ、いないならいいの。ちょっと見に来ただけだから。ああ、あずまちゃん、久しぶり。お久しぶりです。ちょっと敬語とかやめてよ。あずまちゃんの方が先輩でしょ。おおおおおお、大丈夫ですか？ちょっと大丈夫。あ、足が、ちぎれてます。救急車、救急車呼んで。滝川さん、滝川祐樹さん。はい。あれ、何、何、どうした？いや、携帯が。え、あっ。
たんですか？あれ、あずまちゃんは？なんか帰ったみたいですね。深迫さんがいじめるからですよ。何ですかそれ。尊敬してるんですよ。天才子役と言われた人間が今は着ぐるみ着て顔とか全然見えなくなっても楽しそうに仕事してて、それってなんかずるいですよね。ごめんなさい。ここが視覚館、いかにもって感じ。うん、ここの書斎で殺人事件が起こるわけね。あれ、あの子たち来てるのかな。あの子たちって吉田さんですか？あ、よかった。やっぱ携帯忘れてたんですね。あ、いや、あるって分かれば、はい、大丈夫なんで。あ、すいません。ありがとうございます。はーい、失礼します。すいません。うん、あったの？あ、ありました。大事にどうぞ。朝倉さん。しばちゃん。人体みたいです。柴谷さん、すいません、俺のせいで。いや、僕の方こそ受け止めれなくてすいません。仕事戻りましょう。やるの？みんな待ってるんですよね。でもアズマッチ怪我なかったんですよね。続いて今夜の天気。都内は今のところ雨は降っていませんが、このあと7時頃から降り始め、夜半にかけて大雨が予想されています。笑って。日本ニュースに届いた情報では帰宅ラッシュがすでに始まっているとのことです。ではこんな夜にふさわしい音楽に乗せて各地の様子をご覧ください。ニコちゃんも普通に大学生になっちゃうんだね。何それ。ねえ、ももちゃんはどうしてカメラの勉強するの？え、言わない、恥ずかしいから。恥ずかしいって何？試験終わったらね。ねえ、今教えてよ。私だってミコちゃんに聞きたいこといっぱいあるんだよ。だから試験終わったらいっぱい喋ろ。うん、はい、休憩終わり。よし、じゃあやるか。何しよっかな。やったん。犯人はお前だ。ああ、いいね、いいね。オッケーオッケー。はいはい。はい、オッケーです。うん、うん、大丈夫。雨だ。え、あー、降ってきたね。あとやっとくから今日はもう帰っていいよ。え、でもまだいくつか確認してもらいたいシーン残ってますけど。あ、いい、俺やっとくから、うん、じゃあ明日の予定表だけ置いておきます。うい、お疲れっす。お疲れ様です。お疲れっす。お疲れ様でした。お疲れっす。あ、そうだ、俺の布団ってあるんですかね。あるよ。俺のでよかったらお借りしてもいいですか。あ、いいよ。ま、俺そっちじゃないから。え、だから、そっちじゃないから。悪い気がやってくる。悪い気がやってくる。エリー。うわ！先輩、どうかしましたか？松浦さんに頼まれていたもの。見ていきますか？いい、必要ない。触れって言ってんだよ。触れよ。分かったよ、お前。ちゃんと話聞けよ、お前は。よ、すいません。はい、
雨強くなるみたいだから今日も帰っていいよ。あ、いいんすか。疲れ。いいよいいよ、もう帰る帰る。もうちゃんと飯食えよ、お前。飯食わないからこういうことなんだよ。すいません。失礼します。失礼します。お疲れ様です。お疲れ様です。翔子ちゃんも二日はならない程度にね。はい、お大事に。はい。大丈夫えっす。あ、ちょちょちょ。よしだ。お前寝したでしょ。え、わかります。バレバレ。よたれ。ああ、いいですよ。あの、皆さんも髪取ってください。ちょっと、松浦君、本当大丈夫？大丈夫です。もう松浦さんこそしっかり休んでくださいね。おう、じゃあ明日。お疲れ様。お疲れ様です。大体こんな感じで大丈夫だね。そうですね。じゃあ飯行こうか。痛い痛い。はい、行きますか。行きましょう。カルシウム、牛すじ、牛すじ食べたら。はい。え？いや、え、でも、あ、はい、わかりました。お、あ、松浦さんから一応保険で深底さんのセリフ入れとけって。もう一度都内の様子を見てみましょう。大雨の影響で各地で交通がストップしています。雨は明け方まで続くものの、その後は意外にもあっさり上がる見込みです。明日の受験に影響しないといいですね。ではここで視聴者からのメッセージをご紹介しましょう。中央区の TS さん。お兄ちゃん出ない。大丈夫かな。まあ大丈夫でしょ。寝よう。うん。ママ。松浦くん。松浦さん。起きてよ。おい。松浦くん。松浦くん。おい、松浦起きたか。あ、おはようございます。いや、まだ起きないんですよ。起きない。ええ、お松浦。どうしたんですか。いや、内側から鍵かかってるんですよ。中には誰が。松浦さん。おい。おい、松浦、起きろよ。早くなってますよね。起きろ。松浦さん。上げてくれ。よし、ちょっと蹴り上げます。ちょちょちょ、バカか、お前は。いや、でもだって。松浦さん。はい。それでは始めてください。おい、マジかよ。どなたか警察に連絡してもらえますか。あ、触らないで。撮影はどうなんだ。殺人事件です。撮影は中止になるとお考えください。お待たせ。どうだった？うん、
まあなんとかいけたと思う。よかった。ももちゃんのおかげだよ。本当ありがとう。うん、卒業までいっぱい遊んでいっぱい喋ろう。うん、疲れた。うん、青くんから。はい、はい、今ピックアップしました。はい、今向かってます。はい、密室殺人？それでお兄ちゃん死亡推定時刻と松浦さんに関する昨夜の行動で分かってる限りの情報は今美子ちゃんにも送ったメールの通りだよ。検視の結果、松浦さんは背後から襲われていて背中を11箇所刺されていた。凶器は死体のそばに落ちていた包丁で指紋は検出されていない。あと机の上には血のついた着ぐるみが脱ぎ捨てられていた。ボーリングの球が映ってないんだけど。うん、それはそうだよ。この部屋にはまだ丸い小道具は運び込まれてなかったから。昨晩館に泊まってた人たちは誰か教えてください。ちょっと待ってね。蒲郡さん、木島さん、あと館の主の堤さん、役者では高橋さん、氷川さん、漆原さん、東さんの7人かな。あとはっきりしてないのが早乙女さんと深迫さん。安野さんともまだ連絡取れてない。他はテレビ局にいたって分かってる人たちだけど。美子ちゃん、雨のことを考えると当然館にいた人たちが怪しいんだけど、でもボーリングの球がないのにどうやって密室を作ったんだろう。何かドラマのトリックとは別の方法ってことかな。昨日の夜のことを整理するね。死亡推定時刻は23時半から今日未明1時半までの間。深迫さん、ああお疲れっす。松浦さんは深迫さんに演技指導をするからと22時に四角館の書斎に来るように伝えており、深迫さんが言われた通りの時刻に現れる。演技指導を早めに切り上げたのが22時30分。深迫さんはその後ホテルに行ったと供述。はい、もしもし。23時に東さんにかかってきた電話が松浦さんの最後の声となる。交通機関は23時から今朝5時までは完全にストップ。監視カメラの映像から23時から今朝7時までは誰も館を出入りしていない。それと松浦さんのパソコンを調べたら安野さんが送ったメールが見つかったんだ。あの女っていうのが誰のことかはまだわからないんだけど、松浦さんを脅していたことは間違いないと思う。本当にいいのか、ラストまで書いて。もしかしたら完成していない台本のエンディングと何か関係があるのかもしれない。ご苦労様でした。大変だったな。松浦と最後に会ったのお前なんだろう。演技指導してもらっただけですよ。でも少しイメージと違うって言われて。昔みたいにさ、また仲良くやれないかな。やめてよ。おい、松浦いないんだぞ。あ、もしもし。あの、早乙女さん、スミさんと一緒にこちらの方に来ていただけませんか。それはできかねます。あの、でしたらスミさんに代わっていただけますか。それもできかねます。松浦様が亡くなったことで堤様は大変気落ちされております。それじゃあ早乙女さんだけでもこちらに来ていただけませんか。それもお断りいたします。今は主のそばを離れるわけにはいきませんので。